市町村には寄付できても国に寄付ができないというのも変な話です。米軍の高速代を防衛省が負担しています。続いて防衛財源です。防衛財源は安定性が必要ですけども、増税で賄うことは最後の手段です。増税の前に歳出改革などやるべきことはやるというのは当然だと思います。加えて国民の防衛の参画式の効用も重要です。そこでふるさと納税の趣旨、お世話になった自治体に感謝し、もしくは応援する気持ちを伝えるためという趣旨と同じように、自衛隊に感謝したい、隊員の劣悪な福利厚生を応援したいと思っている人々が自衛隊に納税できる、防衛版ふるさと納税とか防衛寄付を検討すべきと考えます。資料8、これを見てください。これは例えば狭山市のふるさと納税の返礼品は、入間航空祭の時に市役所の屋上に関連席を用意するというものであります。また自衛隊で支給される軍手とか靴下は安価ですけども、質的問題から1回の演習で使えなくなります。そのため行進訓練の時には私物で登山用の靴下を売店で売っているものを買っている隊員は、これは多い、こういう実情です。自衛隊の生活環境や訓練環境を改善するために金銭的にも応援したいと思っている国民も一定程度います。ただ防衛寄付の仕組みとか防衛版ふるさと納税的な仕組みはありません。市町村には寄付できても国に寄付ができないというのも変な話です。防衛寄付などの制度は防衛の国民の参画意識、理解増進の向上にもつながりますし、防衛財源の防衛力強化資金の財源としても将来充当できると思います。財務大臣、防衛寄付等の防衛財源の新制度創設に向け検討すべきと考えますけれども、お考えをお聞かせください。佐藤先生から防衛寄付ということでお話がございました。先生のお話は国民の防衛の、参画意識を向上させるという点とかですね、さまざまな観点からのご提案だと思いますが、私からはこの財源確保という観点から申し上げますと、防衛力強化に必要となる、財源の確保にあたりましては、国民のご負担をできるだけ抑えるべく、税外収入の確保などあらゆる工夫を行うことで捻出することとしております。その上でご指摘の防衛力整備を目的とした国に対する寄付制度の導入につきましては、特定の政策について、予算外の収入で賄うとなった場合、国会における予算審議等の観点からどう考えるのか、事実上反強制の寄付となったり、あるいは一部の団体や個人から多額の寄付があった場合、結果として行政の公平性に疑惑を持たれるようなことにはならないかといった課題もあると考えて、この辺は整理をする必要があるんだと思います。いずれにいたしましても、将来にわたって維持強化していく防衛力を支えるための必要な財源の確保に向けまして、関係省庁とよく連携しつつ最大限取り組んでまいりたいと考えています。ありがとうございます。ただ実際自治体には寄付ができて国には寄付できないというのは、その多分今の簡単な説明理由にならないと思います。なので引き続きこれどういうことができるか、できない理由を並べるのではなくて、どうやったら地方自治体と同じように寄付制度ができるかという部分を考えていただきたいというふうに思います。また総理、他にも国民感覚からほど遠いことがあります。米軍は地位協定上、日本の高速道路は無料で通行しています。実は米軍の高速代を防衛省が負担しています。一方自衛隊は、私もそうでしたけれども、予算がないために、例えば京都の自衛隊が富士の演習場に行く際は往復高速道路が使えません。行きは下道、まだ元気がありますから、帰りは一部だけでも高速利用と隊員に負担をかけています。つまり高速代は米軍は払わない、でも自衛隊は有料のため十分に使えないと、こういう現状もあります。加えて資料9をご覧ください。これは自衛隊の航空機とか艦船の油は国防上の観点からこれは無税と、自衛隊の船とか航空機は燃料税が無税です。ところが車両は課税という状況があります。自衛隊の車両も国防の一端を担っているのに課税される。国の機関である自衛隊が財務省の主計局から予算をつけられて、それを主税局に返している、これもあまり意味がないような感じもします。総理、やはり、自衛隊の福利厚生や誇りの面から応援したいと思っている国民は一定程度います。その仕組みはやっぱないというのはやっぱり問題だと思います。
この国会中継を見ている自衛隊関係者も大勢います。増税は最後の手段という観点で、財務大臣が答弁ありましたけれども、総理の方からも、こういう自衛隊の参画式、自治体と国とのこのギャップ、この辺り埋めるためにも、この防衛寄付含めた安定財源の考え方、総理のお考えをお聞かせください。まず委員の方から、高速道路の料金ですとか、軽油の課税、についてご指摘がありました。こうした事態とも踏まえながら、政府として、行財政改革、どうあるべきなのか、これは最大限、努力をしていかなければいけない、これは当然のことだと思います。こうした前提の上に立って、防衛力整備を目的とした国に対する寄付という、ご提案をいただきましたが、防衛力強化に対して国民の理解をいただくこと、これは重要であると考えます。しかし今、財務大臣から答弁がありましたように、行政の公正性の確保、事務体制あるいは行政コストなど、課題もあるというのは今答弁があった通りであります。いずれにせよ将来にわたってこの維持強化していく防衛力、これを支えるために必要な財源の確保について、今後とも最大限努力をしていく、こうした姿勢はこれからも大事にしていきたいと考えます。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。どうか皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。日本を強く前に進めてまいります。